こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、声だけでお届けしてますが、皆さんアンプの裏側見てもらってます。何かというとね、この間のライブで音が出なくなったんですけど、最後の方で気づいたんですけどね、スピーカーケーブルがやられてました。ということで、これ新しく買いました。これですね。ちょっともうスピーカーにつなげてしまったんで、もう外すとめんどくさいのでこのまま見てもらいますが、ここにね黒い線があったんですけど、それが死んでたので、この間のライブは、音が鳴りませんでした。ということで、スピーカーケーブル買いましたので、これで音が鳴ります。今ね、音もちゃんと鳴るのをねチェックして確認しましたので、これで大丈夫です。このアンプ自体ね好きなアンプなので、また持っていきたいなと思ってるんですけどはい、こてつうるさいよ。こてつがいちいち外の人に反応して吠えてます。はいはい、もういいよ。はいはい、ということで、まあ、こてつに妨害されながらも、皆さんの絵からするとね、アンプの裏側しか映ってないのであのわけわからん絵になってると思うんですけども、はい、さっきも弾いてるとちょっとノイズが乗ってくるので、スピーカーケーブル変えただけではちょっと 100% 改善しなかったんですけど、もしかしたらね、もう真空管がもう多分前変えたんがもう十何年前だと思うんで、もう真空管もやられてるんじゃないかとかちょっとひそかに思ったりするんですけど、ちょっとどっかにね持って行ってね見てもらわないといけないなと思ってます。そうですね、これオレンジドロップ持って行ってもいいんだろうか。まあちょっと持って行って見てもらったら、真空管変えたりとかね多分できると思うのでやってもらおうかなとか思ってます。まあそもそもまだ行けるんやったら変えないですけどね。なんかあのノイズが乗ってるのもね、ちょっとアースっぽい感じもするので、ちょっとシールドとかね、金属とか、あとブリッジを押さえたら、消えたりするんで、まあアースの加減かなとも思ったりするんですが、はい、ちょっと原因不明です。ちょっとまた次のプラチナね、これ持って行って使ってみようかなと思ってますので、リベンジということで、次はちゃんとなってくれたらいいなと思ってます。はい、ということで今日はアンプの裏側ずっとお見せしてましたが、今日はこの辺でバイバイ。